UTMF という国内ではほぼ最大級のトレイルランニングレースに2人で出ることになりましたので、朝5時半ぐらい、5時半です。セブンイレブンでおにぎりを買いました。ピザマン。私は下半身が冷えてきたので長ズボンを履きました。よろしくございますね。おはようございます。いい朝を迎えております。加藤さん、おはようございます。おはようございます、はい、家を朝5時過ぎに出ましたので、今7時前なんで2時間弱、1時間50分ぐらいですね。そんなに距離で11キロぐらい来ましたか。 11.5、はい、今日は宝塚から須磨まで行きたいと思います。距離にして53キロぐらい、52キロぐらいですね、はい、うん、はい、行きたいと思います。来年の2023年の4月21日22日にあります、UTMF という国内ではほぼ最大級のトレイルランニングレースに2人で出ることになりましたので、100マイル165キロ走る、富士山の周りをこうぐるっとね回る感じなんですけども、それに使用するためのちょっとまあトレーニングがあって、ちょっとロードバイクよりも少しトレイルランの内容を増やしていこうと思っております。だいぶ登ってまいりまして、今816メートル、非常に気持ちの良い朝でございますね。海がゴールドに光っております。もうちょっとで稜線に出るかなと思います。稜線に出ました。霜が降りてますね。氷点下になってるんでしょうね。もうじき一軒茶屋でございます。食べます。もう食べてます。冷たい、冷たいよな、きっとな。絶対冷たい。食べましょう。裏六甲絶景でございます。結構雲海がすごいので、向こうの方、もう雲海すげえ。絶景でございます。結構雲がかかってもな。あ、お一人いらっしゃった。六甲最高峰でございます。いよいよお天気ですね。海が綺麗です。くるみ餅うまい。これめっちゃうまい。天狗堂。桜茶屋が、桜茶閉まってました。ミルクココア、頂戴いたします。あれです、紅葉がまだ綺麗ですね。うわ、バーベキューのいい匂いがするわ。今 33.5 キロ、紅葉がまだ綺麗な。もみじの落ち葉がいっぱいでございます。鍋豚到着。
これ今日こんだけすごいね、こんだけくっきり見えるのはなかなかですよ。これは486鍋豚山36キロ、東海峡大橋からこれから行く山々、でっかい山とか、すごいな、これこれはすごいっす。最高の眺めでございます。登山します。有馬街道です。カツオクさんがちょっと本調子じゃないので掘りますが、本調子じゃないのに37キロぐらいカツオクさん走ってきたという、お元気でございます。港山温泉到着でございます。8時間24分 40.36 キロということでございました。加藤さんいかがでしたか。はい、最初ロードが効きましただけど調子悪いなりに40キロもよく走りましたね。はい、行きました。まあ、走ってもないですね、スピードハイクぐらいの感じでしたけどね。はい、じゃあここでしっかり疲れを癒したいと思います。お疲れ様でした。ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願い申し上げます。